ああ、ジェイコブにミス・フライ、いいところに来てくれた。ああ、スターリックの新しい嘘を見たかね。新聞に嘘だって。設置していた電信はどうなったの？注文したケーブルが届かなくてね。そしてこんなものを傍受したんだ。カレッジワーフで貨物が押収されたらしい。じゃあ取り返さなくちゃね。ああ、待った。もう一通の電報には強力な幻覚剤の配合が書かれていた。君らのブレーサーにこれを利用したダーツの発射装置を組み込んだぞ。アレック、天才だな。いや、そうでもない。それはそうと、この液体の幻覚剤は熱を加えると気体になるということを発見した。一体どれだけすごいんだよ。そうそう、よっ行ってそれ。ゆっくり。その腕が必要なの。でトラブルだ。急いでスターリックに荷物を届けるぞ。片付いたわ。ミスター・ベルが興味を持ちそうね。気をつけて、ミスター・ベル。危険と戦わずして成功はないのだよ。君たちの仕事は特にそうだろう。だが今回も成功だったようだな。なんで知ってる？忘れたのかね。これからは通信の時代だ。グリニッチから連絡があった。荷物は無事に届いたよ。ありがとう。あの荷物の正体は分かった？もちろんだが、残念ながらスターリックの毒薬は一般市場に流出した。これで私たちが諦めると思ったら大間違いよ。